源氏物語源氏物語の登場人物宇治八の宮宇治八の宮は紫式部の源氏物語の登場人物の一人。源氏物語五十四条中第四十五条橋姫で登場し第四十六条死のもとで死去する。宇治八宮、八宮、霧坊帝八の宮とも称される。霧坊三の第八王子。母は 大臣家出身の女房、須作帝、光賢治、蛍兵部教具裏の異母帝。物語終盤、宇治十条のヒロインである宇治の大君、中野君、浮舟の父。なお、大君と中野君は八の宮と北の方との間に生まれ、三宅の姫としての扱いを受けているが、浮舟は北の方の死後、北の方の命にあたる、女房王。 中条の君との間に生まれており、八の宮には娘だと認められていない。高貴な母方を持つ巫女として生まれ、北の方も大臣の娘であることから、若年時は有力な親王として将来を期待されていたと思われる。しかし光る源氏に反感を持つ国旗度の大きさによって、源氏が後見人となっていた当時の東宮、大十王子を寺としの対抗馬として、 担ぎ上げられてしまう。そのために、源氏周辺とは、疎遠となり、源氏が献世を欲しいままにした世では忘れ去られた存在であった。父の帝、母の女吾を早くに亡くした後は、頼れる、後見人もおらず、北の方も次女である中の君を出産した後に、亡くなってしまう。後期の人らしく応用すぎる性格であるためか、母方から相続した遺産なども多くは失ってしまい。 音楽などの芸事のみに没頭し、女性の力を持たぬ、まま、年月を送る。ろくに思考するものもなく、手元も不妙いが心細い状態ながらも、大君と中の君を慈しみつつ、とで暮らしていたが、邸宅が火事で消防したことを契機に、宇治の山荘に姫君たちと共に陰性した。宇治では、あるアジャリに指示して、長年仏道に先進し、深い知識と同心を得る。しかし、 母を亡くした二人の娘が気がかりで出家することも、ままならずに、俗体のままで過ごし、俗生とも呼ばれていた。ある時、死のアジャリが、霊全員に八の宮の暮らしぶりを根性したため、その場に居合わせた、カオルも宮のことを知る。遠征心の強いカオルは、俗生八の宮に興味を持って、文通を始め、後には自身で、宇治に訪れて、信仰を深めるようになった。 カオルが蜂の宮を尊重し、生活なども援助したため、カオルに目をかけている霊禅院からも、始終使いが訪れるようになり、寂しかった山荘にも人の出入りが見られるようになった。数年後、八の宮は、重い役年を迎えて、四季を感じ、さらに仏道修行に励む。宮は今季を外れた娘たちを、自分の死後から論じられるような立場には住まい特慮した、結果、 中納言に昇進したカオルに改めて、娘たちの貢献を託した。その後しばらくして、山寺に賛同するが、そこで病を得る。病は数日のうちに重篤となり、8月20日前後に、そのまま死去した。その一帯は娘たちと対面することもなく、アジャリの指示で葬送される。宇治川沿いにある八宮の山荘は、宇治十条の重要な部隊の一つであり、 多くの事件が起こる。清掃に巻き込まれたために陰遁を余儀なくされ、仏道に励む巫女という八の宮の人物像は、伊勢物語などにも登場する、これたか新能と類似する。また、鳥替え場や物語に登場する、吉野山の宮は、都から離れて陰性し二人の姫君を持つ点や、遠征神の強い主人公と信仰を深める点など、多くの共通点があり、 八の宮像の強い影響を受けていると思われる。ありがとうございます。